健康にも幸いに恵まれたので、あとはまあ予定通り、3ホール掘削ができたので、まあ、それはまず良かったですね、はい、そうですね、やっぱりコアは中身を見てみないとわからないことがたくさんあるので、まあ、もちろん今回 CT で、イメージングしたりとか気破壊で体重率測ったりしましたけども、やっぱりコアを見て、どうするか、どんなことができるかっていうのが多分はっきり分かってくるんじゃないかなと思います。いや、良かったですね、やってね、非常に良かったと思いますね。もちろんその元々 IODP とか、深海掘削とかに興味を持っている学生も乗ってきてましたし、これまでそういうコアを扱ったりした経験もない学生も、興味を持ってきてくれていて、彼らが、まあ、同じ掘削船の中で、いろいろ共同作業をして、でデータを出してこう、まあ、少し観察をして、そういう経験をした上で、まあ、それぞれまた、自分がやる研究もこれからやっていくでしょうし、今回取ったコアについても多分、少しずつ研究をしてくれると思いますので、非常にいい経験をしてくれると思います。